小村寿太郎から1911年11月26日は、日本の外交官、政治家、外務大臣、貴族院議員などを務めた。イギリス、アメリカ、ロシア、新国、朝鮮の講師、大使を務め、特に二度の外相時代には、日英同盟の締結、日露戦争後のポーツマス条約の締結、条約改正の完成などの業績を残し、 近代日本外交を体現した人物として知られる。釈意は公灼。小村寿太郎は、安政2年9月16日、日向国美藩の藩士、小村博士と梅の長男として生まれた。祖父の小村善志郎は、山田隆史政の子で、小村善徳の婿養子となり、父の官は、小倉諸兵の妻、ため子のいとこにあたり、帯藩産物方に属し、長別島の職にあり、 長人町に従していた。十八国鳥の下級武士の家の七人兄弟の第二、死として育った。昇華生まれの母、梅は樹太郎を産んだ後体調を崩し、母乳を与えることができなかったため、近所の女性から父をあけてもらったことがあるという。小村が成人の後も骨細で小柄だったのは、そのためだったとも言われるが、梅は、 健康を取り戻してからも日々の暮らしに追われていたため、子供の面倒を見ることがなかなかできなかった。大家族の中でジュタ太郎を厳しく優しく育てたのが、ジュタ太郎の祖母の熊であった。熊は、毎朝起きると、ジュタ太郎に、必ず本を読ませた。また、吉常や弁慶の小児や豊臣秀吉の逸話、原平合戦などの話を巧みにジュタ太郎に語って、聞かせ、合わせて、 武士道的な教訓を与えるのが常であった。小村寿太郎生誕の地文久元年、6歳の寿太郎は、平部南などが師範を務めた帯藩の藩校新徳道で学ぶようになった。熊は、毎朝、寿太郎に朝食を取らせた後、手を引いて校門まで見送った。そのため、大抵は、開門前に登校し、最初に、素読の指南を受けていたという。 呪太郎は科目でうつむきがちに歩き、本ばかり読んでいるような生徒だったが、たゆまぬ努力と負けん気の強さにより成績は常に優秀で、また、子供らしからぬ実精神の持ち主としても知られていた。おとなしく少女のようで、時にいじめられることもあったが、剣術の稽古では、どんな大柄な強敵に対しても臆せず何度も立ち向かったと言われている。教師の評判は、 いつも元気で資料深く、何事にもよく耐える、精神力があるので、将来は必ず人角の人物になるであろうという、ものであった。死の言いつけを必ず守る素行の良さと抜群の、学業成績により、寿太郎は13歳から新徳道の棟梁に入った。規定では14歳以上に限られていたことなので、異例であった。また、父の勘が願い出て寿太郎は、 新徳道の正美を務めた。正美とは、校内外の清掃や、校門の開閉などの雑用を一手に引き受ける代わりに、学費が免除されるというもので、生活の厳しい小村家の事情によるものだが、貧困法制で、成績優秀なものに限られていた。寿太郎は入学以来8年間を無欠席で通した。江戸の安い側拳に学んで、帯に規範した。 小倉諸平は、新徳堂で教え、樹太郎の才能を高く評価していた。長崎留学時代の小村樹太郎明治初年、小倉は洋楽を学ぶ必要を繁盛総部に説いて、長崎に留学生を送ることを決定させた。樹太郎は、その留学候補生に選ばれたが、一方では、古典の学習を継続したい気持ちも強かった。彼に、長崎行きを熱心に勧めたのが、 小倉と父の間であった。明治2年、樹太郎は、長崎に赴いた。そこでは、オランダ人宣教師のグイド・フルベッキが、佐賀藩設立の遅延勘で、英語、政治学、経済学などの教弁をとっており、樹太郎はそこで学ぶ予定であった。しかし、フルベッキは、すでに新政府の求めに応じて、この年に創設された、東京の大学南港に移っており、 支援館も廃校となっていた。樹太郎は英語読案内という学習書を購入して読んだり、居留地で外国人に片っ端から英語で話しかけるなどして数ヶ月間英語の読習に努めた。明治3年、添江島種臣の推挙によって文部省兼大進むの職にあった小倉諸兵は大学南校に更新制の制度を求めて、 国家優位の人材を全国から集め、郷里の愛で死である小村を藩より推挙させた。上京した小村は熱病にかかったものの、小倉の看病もあって、英語を学び、欠員が生じたことから、同年、15歳で大学南校に入学した。これは、大学南校の一時閉鎖の後に、改めて入学する形となったものである。小村は、大学南校 また、それが改組された改正学校では、法学部に進み、どの教科でも優秀な成績を収め、成績順は2位であった。この時の同級生に、杉浦重武や高平小五郎がいる。ハーバード留学時代の小村寿太郎少村は引き続き、東京改正学校で学んでいたが、国内での学習に飽き足らず、有志を募って、海外留学できる、洋文部省に訴えた。 彼らの熱意は政府を動かすところとなり、1875年、第1回文部省海外留学生に選ばれて、ハーバード大学へ留学した。この時、改正学校から留学生に選ばれたのは11名で、内法学部は4名であった。小村が学んだハーバードロースクールには1年後に、金子健太郎が入学し、二人は同宿した。小村はここで、 驚異的な記憶力を発揮しており、気に入った論文はすべて暗唱していたと言われている。東洋からの小柄な留学生であった小村に対し、学生たちは敬意を持って接した。彼に会うといちいち帽子を取って挨拶してくれたという。成績優秀であったばかりでなく、普段の行動も誠実で、ごまかしがなく、法律論でも筋道の通った議論を展開していたからであった。 小村はハーバードを1877年に卒業し、さらに1年間先修科に進んで学んだ後は、アメリカで3年間学んできた法律が社会で、いかに活用されているかを学ぶため、ニューヨークにあった米本司法長官、エドワーズ・ピア・ポントの法律事務所に入り、訴訟実務見習いとして勤務した。小村は、アメリカでの学問水準は、 ヨーロッパの大学と比較して必ずしも高くないと判断し、大学院に進んで学ぶよりも実務経験を積むことを選んだのである。1879年に大慶氏、川地俊夫氏が警察制度視察のため訪米した際には通訳を務めている。法律事務所で働いた年数を含めると、小村の米国滞在は5年にわたり、そこで培った。 英語力は極めてレベルの高いものであった。なお、この間、小村の死であった小倉諸平が、西南戦争で壮絶な最期を遂げている。青年時代の小村寿太郎杉浦、重武大学南校の同級生であった杉浦は、小村の生涯の親友であった。1880年11月18日、小村は帰国し、12月6日、 司法省に入省した。条約改正交渉のために、法典整備を進めていた日本政府が、外国の法律に通じた人材を求めていたからで、あった。当初配属された、刑事局では、当時の日本の法律の条文が漢文帳のものだった、ため、しばらく漢語や漢字から遠ざかっていた省村はこれに、苦労した。 1881年10月には大阪高祖裁判所判事に移動。1882年9月には大審院判事となった。この間、1881年9月には旧爆心朝日奈光一の娘、町と結婚し、家庭を持っている。法務官時代の小村はしかし、芝居好きで家事をしない妻と次第に仲違いするようになり、深酒屋、 芸技遊びに浸る放道生活に溺れていき、友人や先輩たちを心配させた。こうした時、井上薫外務教の意を受けた、外務省行進局長の浅田徳則が、大学予備門長となっていた、杉浦茂武に対し、誰か英語が堪能で法律に詳しい者がいないかと、声をかけた。杉浦は当初は、教授や学生を候補に考えていたというが、結局、 東京海星学校で共に学んだ小村を推挙し、井上の秘書官だった、斎藤秀一郎も彼を押した。こうして、友情に支えられた小村は1884年6月、外務省に移った。29歳であった。しかし、最初は、行進局勤務であり、浅田の下で、もっぱら在外交館との間で交わされる。 電報文書の翻訳を主とする地味な仕事であった。1885年5月、更新局が政務局と通信局に分かれた時、省村は翻訳局に移った。これについては、上司を批判したために翻訳局に移されたとも言われている。1886年3月、省村は翻訳局次長に承認、局長は鳩山和夫であった。 鳩山が1888年9月に辞職すると、小村は翻訳局長に昇進し、1893年10月の廃局までの5年間その職にあった。小村が司法省から外務省に転じた頃、父の官が経営していた帯商社が倒産し、小村は莫大な借金を抱えた。1883年5月に、長男の金一。 1886年7月に、長女の文子、1895年5月には、次男の正二が生まれて家族が増え、小村にとっては恩人である、小倉諸平の維持二人の養育費も払っていた。歳子を養いつつ、巨額の債務を返還しなければならない小村の生活は、著しく困窮した。自宅にも職場にも、借金取りが押しかけ、 家にある家具といえば動かない、柱時計を除くと、長火鉢が一つと、座布団が二つだけであった。常に、一長らのフロックコートをまとい、傘はささず、出勤にも、電車、人力車を決して使わず、必ず徒歩で職場に向かったという。長男金一は、栄養不足のためや毛症にかかっている。外務省時代の小村の行動として特筆すべきこととして、 条約改正交渉の反対運動に密かに参加していたことが挙げられる。具体的には、親友の杉浦茂武らが条約改正反対のために結成した、健康者同盟に加わっていた。1879年から外務協、1885年から外務大臣を務めた井上薫は、領事裁判権撤廃と、関税自主権の一部回復のため、 六名館外交の名で知られる、王家政策を積極的に進めており、欧米に習った法典を整備すること、裁判所に外国人判事を採用すること、及び内地解放を条件に交渉を進めようとしていたが、これには政府内外からの批判や反対があった。小村の場合は、自ら外務省に勤務しながらの反対なので、その立場は極めて微妙なものであったが、 井上の改正案はあまりに妥協的すぎて、小村には屈辱的に感じられたのであった。また、それに続いて1888年から外相となった大隈重信も従来の列国会議方式を単独交渉方式に改めたものの、大審院に外国人判事を認めるなど、井上条約案の一部を踏襲して交渉を進めようとしたので、 やはり反対運動が起こった。小村はこれにも参加しているが、それは政策の実現性を第一に考えるのではなく、それよりも国益や国家の誇りを優先させべきと考えてのことであった。1891年5月の大津事件に、際しても青木修造外相はじめ主経論が優勢な中、ロシアを恐れるあまり法律を曲げて、 津田三蔵を死刑にしてはならないと一貫して死刑反対論の立場に立った。また、この件について各国の重要な伝信で外務省で回覧されたものについては、小村は逐一自分の批評と判断を加えて解読に供したと言われている。なお、小村はこの頃、福本一生、小沢克郎、白井慎太郎の三名が、 国記人となって1891年7月に創立されたアジア主義団体、東方協会にも賛同者の一人として名を連ねている。中心代理講師に小村を見出し、中心代理講師に起用した、陸津宗光外相、元君総出と言われる内閣にあって、反発とは無縁であった。ネズミ講師の異名を取った、小村寿太郎翻訳局の廃止により、小村は、 通常ならば、大観というコースをたどるところであったが、玄君総で内閣と呼ばれた第二次、伊藤内閣の外務大臣、むつむねに見出されて、1893年11月、新国公使館参事官として、北京に着任した。これが、小村にとって、外交の初舞台であった。原隆や星通といった異彩を見出して登用する。 独特の外力を持っていた道の国には、原、加藤公明、林忠氏の三場ガラスと呼ばれる側近がいた。道の国が、小村のことをいつ知ったのかは定かではないが、ある園籍で小村が、減免の生産額や、貿易の状況、綿花の種類に至るまで、こと細かに論じていたのを、道の国が感心して聞いたことがあったという。小村は、借財返済のために、 翻訳の内職をしていて様々な書籍や文章を翻訳して原稿料を得ていたが、これによりあらゆる知識も共に得ていたのである。ただし、体格が小柄で身なりも貧相、毒舌で周囲から変わり者呼ばわりされてきた小村が外交官となるのを反対する声も多かった。道の区は小村に対し、アメリカ通りの小村にとって、 申告行きは不本意ではないかと尋ねたが、小村は、喜んで、北京在勤を申し受ける旨、返答している。小村は、北京到着後、すぐに中心臨時代理講師に昇進した。いくらかは、申告事情を知っていたつもりの小村であったが、その実、北京では旅外のことばかりでわずかにあった自信も、喪失していた。小村は、日本語文献のみならず、 新国について書かれた英語文献も可能な限り取り寄せ、外国の公使とも積極的に交際して情報収集に奔走した。あらゆる方面に顔を出し、絶えず動き回る小柄な小村を欧米の外交官たちはラットミニスターと呼んだ。1894年2月に朝鮮王国で起こった東学党の乱への対応が小村の初仕事となった。 折衝に当たった小村の報告は正確無比なものだったと言われている。寸下を惜しんで大量の要所を読み、新国の国内視察も行った小村が出した結論は眠れる死死と称される新国は必ずしも死死ではなく、新国軍は日本軍の相手ではないというものであった。6月7日、新国政府は 朝鮮政府の要請により朝鮮国内に派兵することを日本側に通告した。小村は、道の区の指示により日本政府も派兵すると通知したが、新国は朝鮮が真の属国だから派兵するのであり、日本の派兵とは全く性質の異なるものであると主張し、また、自国民保護目的のための派兵ならば、極力少人数にすべきだと唱えた。 これに対して、小村は、日朝修好条記や天身条約の規定を持ち出し、日本は朝鮮が、他国の属国であったことを認めたことはなく、出兵は、相互の取り決めによるものであり、また、派兵の規模は、主権国家の宣言事項であって、他国の指示を受けるものではないと反論している。日清関係の極度の悪化に対し、ロシア帝国とイギリスが調停を申し出たが、 これについても司祭を道の国に報告した。なお、この年の7月16日、ロンドンで日英通商公開条約が調印され、5年後の領事裁判権撤廃が決定している。小村は新国に対して、道の国の改選方針を忠実に守って行動し、朝鮮半島での日清対立においてはあくまでも自国の正当性を主張した。小村は、 各国講師の前では日本があたかも戦争を望んでいないように振る舞い、平時と変わらず大前としていた。また、あくまでも、新国側に火があるように、新国軍の撤退を要求し、日清共同して、朝鮮の内政改革を進めるよう呼びかけた。戦闘が始まると、7月31日には、国交断絶を深国に伝え、 翌8月1日には早くも北京公主館を引き払った。これは、小村の独断によるもので、自身も処罰を覚悟しての豪端な行為であった。しかし、偶然ながら、同じ日に道の区は戦戦布告を発し、小村の合意を不問に付した。日清戦争中は、第一軍民政長官として現地に派遣された。小村が、 日本軍占領地域の身にシを安定させるために、取った施策も、理にかなったものであり、第一軍司令官の山形有友などから高い評価を受け、第三師団長の桂太郎とも、意気投合した。戦後は、外務省政務局長として、日清講和交渉において、伊藤博文、陸津宗光の両前権を補佐したが、下関条約調印直後に、 チフスにかかって入院した。1ヶ月後には退院したものの、頬はこけ、目の周囲は、くぼんで要望が以前とは、すっかり変わってしまったという。中長公使から、外務次官に、日清戦争に勝利し、朝鮮では、新日派の金光州内閣が成立したものの、1895年10月、この政権が誕生するにあたってビミヒが殺害される。 昨日羊事変が起こったため、日本の朝鮮での立場は危うくなった。日本政府は、これが、国際問題に発展することを恐れ、事件調査のために小村を朝鮮に派遣した。政府は中朝講師、三浦五郎を解任し、日本に召喚して逮捕し、代わりに政務局長の小村を中朝弁理講師に、任じた。小村は、三浦らに対して実は内心では、 同情的だったというが、関与を疑われるものを国外退去にするなど、事態収拾のために奔走した。なお、日清戦争前の小村の肩書きは、臨時代理講師だったので、正式な講師としては、初めての赴任であった。しかし、臨時殺害事件によって、朝鮮半島では、反日派の勢いが強まりし、義兵闘争が激化していた。また、 国王構想その人も、また強固な反日主義者であって、小村もその対策に難重した。小村は、11月下旬の新緑派、新米派による、クーデター事件を未然に防いだ。しかし、1896年2月に起こった、露館派戦は、国王が、ロシア公使館に移り、そこで政務を取るという異常事態であり、小村にとっては痛恨の極みであった。 それまで、金江州内閣を支えることに全力を注いできた、小村であったが、金江州自身が日本への亡命をあえて拒んだ、ところから、民衆によって残殺されてしまった。そして、新露反日の内閣が誕生して、朝鮮半島における利権の多くはロシアなどに渡ってしまったのである。戦に関しては、ロシアに出し抜かれた責任は小村にあるとして、 彼を批判する声が上がり、暗殺すると脅した者さえいたという。小村は、湿地回復のために動き、ロシアと交渉して抗争が潜伏する道筋をつけた、上で、1896年5月、在朝鮮ロシア総領事のカール・ウェイバーとの間で、小村・ウェイバー協定を結んだ。国王の応急機関を日露両国が忠告するともに、朝鮮に対して、 日本が持つ権利をロシアが持つ権利と同等のものとすることを相互に認め合う内容であった。小村が中朝講師だったのはわずか半年余りのことであったが、その間の経験は強烈であり、その後の彼の外交政策、外交姿勢に与えた影響は極めて大きかった。なお、この1ヶ月後には、ニコライ2世の戴冠式のためにサンクトペテルブルクを訪れた。 山形有友が、アレクセイ・ロバノフロストフスキー外相との間で協定を結んでいる。中路講師、外相、中心講師を歴任した、西徳次郎1899年時点で、日露戦争とその後の日露協商を正確に予言する高い見識を持っていた。1896年6月11日、小村は日本に呼び戻されて、原隆に代わって、 外務次官に着任し、以降、西園寺金持ち、大隈重信、西徳次郎三人の外相の下で外務次官を務めることになる。六津宗光は、療養に専念するために5月30日に外相を辞職し、第2次、伊藤内閣の文部大臣だった西園寺金持ちが兼務して、道の区公認の外相となっていた。露間派線を許してしまったことは、 小村としては大失態のはずであったが、道の区はこれを責めることなく、むしろその能力を高く評価し、その外省辞任の直前、小村を時間に抜擢したのである。その後、この年の9月に、第2次、松方内閣が成立し、1897年11月6日、までは大熊、その後は、西が外省を務め、西は、第3次、 伊藤内閣でも留任した。西徳次郎は、サンクトペテルブルク大学で学び、ロシア講師を10年も務めた東大切手のロシア通で、あり、日露関係が難しい時期を迎えていたこの時期、小村からすれば、西の下で働くのは心強かっただろうと考えられる。結果的に小村は、外務時間を2年3ヶ月務めた。この時期の小村は、 韓国問題や、列国の耐震活動、アメリカ合衆国のハワイ併合などに関する、諸対策に当たった。特に力を入れたのは、大韓帝国での鉄道敷設権の獲得であった。1898年4月25日、西外務大臣と、中日公使、ロマン・ローゼンとの間で、西、ローゼン協定が結ばれたが、その内容には、日本の韓国への経済進出を、 帝政ロシアに認めさせる条文が含まれており、これには、小村の震源の影響も伺われる。中米公使、中路公使の時代1898年9月13日、中米公使に任命された小村は、10月22日に日本を出発し、11月9日にサンフランシスコに到着し、ワシントン DC に着任したのは11月20日のことであった。 小村にとっては18年ぶりのアメリカ合衆国である。当時、日米間には大きな懸案はなく、小村の外交官生活の中では比較的平穏な時期であったと言える。ニューヨークに出向いたり、旅行したりする余裕もあったが、小村が熱心に取り組んだのはフランス語の学習であり、とりわけ読書に没頭した。歴史書に親しみ。 中でもアメリカ史に関わる書籍は大量に読んだ。しかし、基本的に社交を好まない小村は人脈を積極的に広げるということはしなかった。1900年2月23日、小村はロシア勤務を命ぜられ、4月12日にリマイして途中、ロンドンにより、ロシアに到着した5月24日に中露講師に就任した。 ここでも小村はロシア語の学習に努めるが、しかし、中米講師時代とは異なり、新では1898年に三等省に始まった義和団の活動が河北一帯へと波及するなど、危機的状況が一層深刻さを増していた。1900年6月10日、20万人に膨れ上がった義和団の勢力が北京に入場、6月、日本講師館初期間。 杉山明と中心ドイツ講師、クレメンス・フォン・ケテラーが、北京の路上で殺害され、疑話団が講師館地域を占領した。こうした状況を見て、6月21日、西太港を中心とする新国政府が、連合軍に対し宣戦線布告し、戦争に発展した。小村は、日本が列国と共同行動をとり、突出しないことを保持しながらも、救援部隊を、 即刻派遣するよう本国に通告し、ロシアとドイツの日本出兵反対論を封じた。新朝の宣戦線布告によって、北京牢城戦が始まり、イギリスからの再三の出兵要請に応えて、山形内閣は新国へ軍を派遣した。中心行使に転じていた、西と久次郎は、福島康政率いる救援軍が来るまで、講使館に日本人居留者をかくまい。 柴五郎らと協力して、敵の襲撃から守り、救援軍到着後は自ら陣頭指揮にも当たったという。老城戦は8月14日まで続いた。中間講師として、韓国併合への道筋をつけた林ゴンスケ義和団の乱は1900年6月以降は、北京を越えて、満州方面にも拡大し、ロシアが1896年のロキヨシ密約で、 不接権をを得たた東西鉄道へのの攻撃ももなされ未だ建設途上の南支線も被害を受けたロシアはこれに即座に反応し、皇帝ニコライ2世が進軍を命令、鉄道を守るため、15万を超える兵士が派遣された。ロシアは7月3日、国流港に望むロシア領ブラゴベシチェンスクにおける、軽微な発砲事件を口実に戦闘を開始した。ロシア軍は8月3日に、 ハルビン、8月27日に、父チチル9月28日に、両洋、10月2日に、法典を次々に占領し、約2ヶ月間で、満州全土の養部を制圧した。ロシアの満州占領に対し、中路講師の小村と、中間講師の林ゴンスケラは、韓国問題の海をロシアと交渉してきた、従来の方針を転換し、満州問題と、 韓国問題を不可分のものとして把握した上で、相互に満州と韓国の完全確保を認め合う、満艦交換という方針の採用を考えるようになった。7月19日、中間ロシア講師のアレクサンドル・イワノビッチ・パブロフが、日本の林中間講師に対し、韓国でギワ和団事件のような創造が発生した場合に備えて、日露両国による、 勢力範囲の確定と、勢力範囲内での秩序保全について、互いに責任を持つという内容の協定を提案した。中日ロシア講師のアレクサンドル・イズボリスキーも、青木修造外務大臣に、同様の提案を行ったが、伊藤博文も、井上薫も、この提案に対しては、好意的であった。小村は、この提案には反対であり、ロシアの満州占領が、 西、老前協定で認められた、日本の韓国における商工業の優越を脅かすものと考え、7月22日、満館交換論に基づく意見書を提出し、青木外相の賛意を得た。首相の山形有友は、ロシアの満州占領が、既成事実化しつつある状況では、小村の意見は、ロシアの受け付けるところにはならないだろうとの見通しを立て、 どちらの意見も知りけた。10月2日に、セルゲー・ウィッテ増将と会談した小村は、自らの満州、韓国勢力範囲分割案を提起したが、ウィッテは、韓国の独立維持を脅かすような合意はできないとして、これに反対した。同日、法典を占領したロシアにとっては、今更日本の保証を受けるまでもなかったのである。 中心講師として1900年10月23日、小村は中心講師への転任を命じられた。新国と列強の講和交渉は10月15日には始められていたが、混乱の収集にはほど遠い状況であった。日本陸軍では西徳次郎講師は列強に対し協調的すぎて頼りにならないとの不平が高まっており、西自身も 約2ヶ月続いた牢場で体調を崩していた。そこで、かつて代理講師として、日清回線にあたって交渉し、民政庁長官の経験もあり、推しの強さを期待できる小村に、白羽の矢が立ったのである。小村は11月8日に、ロシアを離れ、ロンドン、ニューヨーク、バンクーバーを経て12月19日に帰国し、この日をもって中心講師に就任し、 12月27日に日本を出発して1901年1月6日に北京に着任した。これに前後して中日ロシア講師のイズボリスキーが1900年12月20日と1901年1月7日の2度に渡って加藤公明外相と会談し日本に対し韓国中立化の提案を申し入れてきた。これは 井上薫がそれを支持しているとの情報を掴んでいたからであったが最も強固に反対したのが小村であり北京着任直後の1月11日に検証を送っているその理由は韓国における日本の地位は満州におけるロシアの行動を多少なりとも抑制しておりなおかつすでに日本は韓国において政治的にも商工業の面でも 最大の利益を保持しようと決意し、共通の認識となっているのに、これを放棄する理由はなく、放棄すれば、日本の維新に関わるというものであった。小村の意見は、満館の同時中立かないし満館の交換であり、満州問題と韓国問題はあくまでも連関させて、解決を図るべきというものであった。加藤外相自身も、 韓国のみの中立化提案には反対だったので、1月17日、西、牢禅協定を理由に、イズボリスキーの提案を公式に拒否した。小村は、中心公私不任当初より、義和団事件の講和会議前件として、事後処理に当たった。ただし、和平交渉そのものは1900年12月30日には、すでに大枠が定まり、一定の打結を見ていた。 10カ国以上が関わる国際会議で新国との個別交渉は不可能と判断した露伏両国の見解に日本も賛成し新国もまた合同協定の内容に同意していたからであった。とはいえ処罰の程度や賠償金の額など議論しなければならない議題は多岐にわたり諸国の利害関係は多様で複雑に絡み合っていたため会議は長期化した。 1901年3月、小村は、英仏読の講師と共に、新国の財源調査のための委員会の委員となり、新国の関税収入を詳細に調査して、緻密な覚書を提出し、賠償額交渉の進展に寄与した。さらに小村は、アメリカのウィリアム・ウッド・ビル・ロック・ヒル中心講師と共に、新国の外交改革に尽力した。 ここでの小村中心講師の活躍は目覚ましく、日本外交に、小村ありの声が世界でも囁かれるようになった。北進事変最終議定書の調印式左から2番目に、小村寿太郎、右から2番目に、李高章一方、ロシアの満州占領という事態については、ロキヨシ両国の満州現地軍相互の密約があり、 本調印はなされなかったものの新国の主権は大いに損なわれたままであった。小村は加藤外相に畜一新国の情報を提供したほか、3月には李工省と会談して密約には日本は断固として反対であると圧力をかけた。加藤外相もイギリスドイツの両国に協力を要請し、その賛意を得た上で、1901年3月20日に、 中日新国講師の理性宅を招いて、会談を開き、日、英独の意向も伝えて、ロシア側要求を拒絶するよう勧告し、ロシアに対しても、チン打ステミ中路講師に伝訓し、ロシアの耐震要求は、満州に保有するロシアの権利防衛に必要な、限度を超えたものであり、列国代表者会議に提案して協定すべき、問題であると通告した。 ところがロシアは4月5日付官報においてロキヨシ交渉打ち切りを宣伝し同内容の通帳を関係各国に示した。加藤外相は4月16日の講師宛所管で小村の尽力について感謝しその労を厚くねぎらったがロシアの満州鉄兵問題は宙に浮いたままとなった。 小村は講和会議の席上でもロシア全県のウラジー・ミルラムスドルフ外相に満州鉄兵を強く要求している。1901年9月7日、新国及び11カ国との間でようやく北京議定書が調印され、ギワ和ン戦争の戦後処理は本議定書によってなされることとなった。小村にとっては満州占領問題こそ解決できなかったものの、 賠償金も得られ、北京に駐在する、自国民の生命、財産を守るための中平権が認められたことは、とりあえず満足すべき結果だったろうと考えられる。なお、議定書の内容は新国にとって、過酷なものとなったが、窮地に陥った、新国の内情が知られるにつけ、列強の側も新国に対する圧迫を手控え、新国政府の主権と領土を支持する中で自国の、 権益を守る姿勢へと態度を修正していった。小村は、講和会議の交渉中の6月、日本から思わぬ知らせを受けていた。それは、新首相、桂太郎からの外務大臣就任要請であった。第18代外務大臣1901年6月、小村は、日清戦争以来小村を高く買っていた、桂太郎に招かれ、第一次、 カツラ内閣の外務大臣に就任することとなった。彼の友人たちは、カツラ内閣発足時には3ヶ月の短命政権で終わるだろうとの憶測が飛び交ったので、入閣は損だからやめた方が良いと小村に忠告している。しかし、小村は3ヶ月もあれば、イギリスとの同盟もまとめられるし、これは何としてもやらなければならないとして、 周囲の忠告は聞かずに入閣した。ただ、小村は、北京議定所長院のため、新国を離れることができなかったため、その間、ソネ・アラスケゾ長が外省を兼ねた。一方、1901年7月15日、イギリスに帰国中のクロード・マクドナルド中日講師が、日本の林忠し中英講師に対し、高級的な日英同盟について打診したことから、 日英提携の動きが活発化し、7月31日、林はイギリス外相ランズダウン公爵と協議に入った。日英同盟日清戦争の時以来、賞尊を高く評価してきた首相、桂太郎日英同盟交渉を推進した、林ただし日英交渉がなされているさなか、日露協商を模索していた伊藤博文がヨーロッパに旅立ったのと入れ違いに、 小村が帰国し、9月21日に正式に外省に任命された。従って、イギリスとは同盟交渉を、ロシアとは将来の連携を見据えての意見交換を、それぞれ並行して進めるという9月11日の会合に、小村は出席していなかった。10月8日、小村は、林公司に同盟交渉開始を訓練し、交渉のための正式な権限を与えた。 11月に入り、イギリス側から具体的な同盟条約の草案が示されたが、同時に、イギリスからは、ダブルディーリング、すなわち二股交渉への警告が思いかけずも、発せられた。日本政府部内では、日英同盟と日露交渉は相互に対立するものではなかった。しかし、イギリスからの警告は、山形やカを9月時点での二党、追う発想から、 日英同盟最優先の発想へと傾斜させた。12月7日、桂の葉山別邸で、伊藤と大山岩尾を除く、山形、井上、西郷継ぐみ松方正義の4人の元老に、桂、ツラ、村を加えた元老会議が開かれた。ここで、小村は日英協約に関する意見を提出し、 韓国問題を日本の希望通りに解決するためには、ロシアとの間の単純な二国間交渉だけでは、到底無理であり、交戦も辞さずの決心を示すか、さもなくば、第三国と結び、その共同の勢力を利用して、ロシアにやむを得ず、日本の要求に応じさせるかのどちらかしかないと論じた。そして小村は、日露交渉は仮に成功しても利点が少ないと、 主張した。その理由として、日露協商は、東洋平和を維持しても一時的なものに留まってしまうこと、経済上の利益が少ないこと、新国人の感情を害すること、イギリスの感情を害し、結果として、同国と海軍力で拮抗する必要が生じることの4点を挙げた。これは、小村自身のロシアへの不信感を表したものではあったが、一方で、 日英同盟のメリットとして、高級的な東洋兵は、深刻における、文庫解放、韓国問題の解決、財政上の便益、通商上の利益、防衛負担の軽減など7点を挙げている。小村が、このような二者択一的な問題設定を行ったのは、9月11日の決定に縛られず自由な立場にあった上に、イギリスからの警告を重く見たためと考えられる。 ただし、小村はこの時、むしろ、ロシアとの戦争を避けるために、日英同盟論を展開していた。桂は、元老会議に先立って、根回しをしており、11月30日に、山形、12月2日に、西郷、12月5日に、松方の同意を得ていた。これに、小村の意見書が総行して、伊藤による、日英同盟締結延期の愚心があったにもかかわらず、 結果的には、元老会議では、全会一致という形日英同盟締結案を可決したのであった。元老会議終了後、小村は、反対なしで、日英同盟推進路線が可決されたことを、林正中英講師に報告し、続いて、閣議決定された、日本側による、協約修正案を伝えた。12月12日と16日、 林ランズダウン会談が開かれ、その都度小村も、林やし公使に指示を与えたが、現地交渉は、必ずしも順調とは言えなかった。しかし、その間、ロシアとの交渉を行っていた、伊藤博文があまりに、ひ妥協的なロシアの態度に語を煮やして、日露協書そのものを断念してしまった。1902年に入ると、 イギリスの姿勢も難化して、ランズダウン公爵が、林公尺に修正案が示され、1月18日の、林、ランズダウン会談の後、イギリス側の閣議を経た、修正案が1月24日に林公尺に提出され、それを受けて1月29日、日本側も閣議決定を行って、同修正案を受諾翌1月30日に、日英同盟条約が、 ロンドンで調印されたのである。日英同盟成立に当時の日本国民、日本国家は喜び、小村は日英同盟締結の功により断尺を授けられた。小村には君一党と資金一万円も与えられた。各地で開かれた日英同盟祝賀会に小村も何度か招かれており、政権内でのかつら小村の威信は高まった。 満州官府条約一方、ギワダン事件の外交決着として、北京議定書が調印されたことにより、ロシアとしても満州占領問題について何らかの決着を図らなければならなくなった。1901年10月5日、中心ロシア公使のパーベル・ミハイロビチ・レサールは、新国に対し、3年間で完全に全満州から兵を引き上げるという内容に、 二重条件を付けた新提案を行ったが、条件は以前よりいくらか緩和されていた。しかし、これらの条件によって、満州が軍事的にロシアの統制を受けることは明白であった。ロシアのウラジーミルラムスドルフ外相これに対し、商村外相は積極的に動いた。商村はまず、中心代理講師の日置マスに殿君を発令し、新国に対し、 重要な交渉を開始する場合は、日本政府に相談すべきことを、外交担当者である、吉地華王へ帰に伝えた。10月21日には、吉地華王に対し、今回は、以前より改善されているとはいえ、なお、新国の主権を損ねる条項を含み、改変を要するとして、10月31日、吉千王は、調印前に必ず、日本側と協議することを確約した。 小村は、これを、直ちに英米両政府にも伝え、未知、英米の三国で、その成立を阻止しようとした。さらに小村は、中路代理講使を通じて、ラムスドルフ外相に、日本政府を見解を伝え、11月8日、満州中東の新軍の兵数を前もって、ロシア側に知らせることは、予防的措置としては認められるものであっても、 新国が追うべき生命、財産の保護や秩序維持による国際的義務の履行を妨げることにつながる条件は一切つけるべきではないと申し入れた。これに対し、ラムスドルフは、ロシアの必要と新国の事情を熟考して決めた、中央を得た条件であり、独、不釈国首脳も同意したものであると答え、日本国内の新聞の論調があまりに、 反露的なので緩和してもらいたいとの希望を添えた。小村は、新聞報道は、日露関係には、影響を及ぼさないと通告した。後に通産在職期間最長の外相となる、内田高裁11月7日の李工師の死去後、新国では、吉地下王がもっぱらレッサール講師との接衝に、当たることとなった。 12月9日、吉地下王は新任の内田公裁中心公使と会談し、ロシア側提示の協約案と、吉地下王による修正案とを内示して、日本側の意向を求めた。ロキヨシ双方の協約案について、内田より報告を受けた小村は、それが調印された場合、新国の主権が侵害される恐れがあるとし、地区一、日本側の考えを示して、 これにアドバイスした。しかし、その過程の質疑応答で、新国政府と、ロキヨシ銀行との間で鉱山などの企業に対する、重大な特権上用事項が懸案となっており、12月14日には、ロキヨシ銀行に優先権を与える一契約を、同銀行の支配人との間で折衝中であることも、露見した。 小村は1902年1月25日、ロキオシ銀行の特権に関する条項は、諸国の条約上の権利を侵害するものであり、満州鉄平問題とは、無関係のものであるから拒絶すべきであると、内田講師を介して、吉シチ王に伝えた。これに対して、吉シチ王は、満州を回復する機会を逃さないためには、多少の利権をロシアに乗与しても速やかな鉄平を、 優先すべきとの考えを示し、小村に理解を求めた。しかし、小村はあくまでも従来の方針を堅持し、ロキヨシ銀行の件は鉄平の専決要件にはなり得ず、これを今持ち出すのは新たに保証の性質を条件に加えるものになると訴えた。そして、ここで妥協することは、 新国の貴重な特権をロシアに一方的に付与するものであるのみならず、明らかに他国の条約上の権利を無視しており、機械均等の原則にも反するとの見解を内田講師を通じて新国側に伝え、その上で A、米両国にもこの件を連絡した。イギリス政府はこれを受けて、ロシアが北京議定書で定めた。 賠償金以上の額を新国から得ようとするのは諸国協定の趣旨に背くとしてロシアを批判し新国には清がロキヨシ銀行に特権を与えるならばイギリスとしても同等の利権を要求する旨通告したアメリカもロキヨシ交渉には有料の念を抱いているとして両国政府に対し強い抗議の意思を表明した列国の反響に背中を押された 吉地チカオは、内田公師に対し日本の行為に謝意を示し、毅然として、ロシアの要求を受け入れない態度に転じた。レサールもこれに話すすべがなく、2月8日、改めて提案し直した。日英同盟の締結後は、吉地チカオはこれに大きな力を得て、ロキヨシ銀行契約案には調印しないことを、再び明言した。以後、レサールと、 吉地下王は数字にわたって交渉を重ねたが、ロシア側は徐々に南化の姿勢を見せ、1902年4月8日、北京において満州寒布条約が締結された。満州新中のロシア軍を第1次から第3次までの3回に分け、それぞれ半年ずつの期間を設けて経営1年半かけて、南から順に満州全土から撤兵し、最終的には同地を、 新国の主権に変換することが決定したのである。日露戦争への道ハーバードに留学して法学を学んだ栗野新一郎日英同盟が締結される前の1902年1月20日、小村外省は栗野新一郎中路講師に対し将来の日露協唱に向けた予備交渉を訓練した。イギリスの警告によってダブルディーリングは放棄したものの、 日英同盟交渉と日露協商予備交渉を並行して進めるのは政府の規定方針だったからである。逆に日英同盟の調印は日本の立場を強め日露協商締結の機会をもたらすことさえ期待された。事実、ロシアは新国と満州寒布条約を結んで満州からの撤退を決めたのであり、焦村はこれを ロシア政府内での恩恵派勢力の回復と捉えていたのである。1902年7月7日、小村は栗の講使に対し、新国と韓国における日露の勢力範囲を定める、新たな日露協書を締結するための秘密交渉を打診するよう指示した。栗のは一個人の資格で7月23日と9月14日の2回、ラムスドルフと会談の機会を得た。 小村は11月1日、教商の骨子として五条からなる案を内示したが、実は、栗野が9月時点で、独自の教商試案を、ロシア側に提出していた。栗野の案は、小村の案に比べると、ロシア側に譲歩したものであったが、小村は出してしまった栗野案を撤回させることはせず、ロシア側の出方を待つ一方、以後、独断での妥協を行わないよう命じた。 ロシアではこの後1903年2月7日会議が開かれクリノ案を受け入れる方向性が示されたが協商を結びたがっていることを日本側に悟らせないために次の日本側提案を待った一方のクリノは1000年の9月以来ずっとロシア政府からの回答がないことを悲観し彼自身も交渉再開を希望しなかったのでこの交渉は 自然に立ち消えとなった。実らなかったものの、この時期の小村が日露関係の改善を望んでいたことは間違いない。ところが、ロシアは満州幹部条約に定められた1903年4月8日の第二次撤兵期限を守らず、逆に増破した上で七箇条の撤兵条件を深刻に迫ったことにより、事態が急変する。日本国民の反ロシア感情は、 急速に高まり、軍部が警戒感を抱いて、龍眼裏事件がそれに拍車をかけた。4月21日、京都の無隣案に、伊藤、山形、勝ツ小村の4人が集まり、日本に有利な満館交換を最終的に定義し、最低でも対等な満館交換という交渉方針、言い換えれば、朝鮮は、 いかなる困難に包着するとも断じて手放さざることを、ロシアに認めさせる方針を確認し、元老、内閣の意思統一を図った。ここに至っても小村には改戦の意思はなかった。しかし、鉄兵の威逆から2ヶ月以上経過しても事態が、一向に進展しなかったことを、心配した、明治天皇は、6月20日、桂と小村に対して、午前会議の召集を命じた。 1903年6月23日、これを受けて、午前会議が開催された。内閣からは桂、ツ小村、山本権兵衛会長、寺内正岳陸将、元老からは伊藤、山形、井上、松方、大山岩尾が参加した。この午前会議で、小村は、対路交渉に関する件と題する4点からなる、意見書を提出した。 その基本は、改めて、韓国が、日本の安全保障にとって、極めて重要であるとの認識に立つものであり、井上が、若干の意義を提示しただけで終始、小村の意見が、会議より移動し、日本に、有利な満貫交換を目指し、最終的に譲歩するとしても、対等な満貫交換を崩さないという、小村意見書をもとに、日露協商案要領が策定された。 この決定に基づき、7月28日、少村は、クリノにロシアとの交渉を再開するよう訓令を送り、クリノは8月5日、このことを、ロシア側に報告し、8月12日、クリノは、ロシア側へ、交渉基礎案を提出して、日露交渉が、再び開始された。中日公使、ロマン・ローゼン8月に始まった、日露交渉は、9月7日、 場所を東京に移して、小村と中日ロシア公使、ロマン・ローゼンが全県委員に選ばれた。9月末から10月にかけて、小村とローゼンは4度にわたって会談を開いたが、ローゼンは満州問題は、ロキヨシ二国間関係の事案であるとして、日本の介入を決して許さない一方、 韓国問題については、ロシアの権利を主張するので、満漢交換という線で事態を打開させたい、焦尊とは噛み合わず、議論は平行線をたどるばかりであった。ローゼンは、また、新たに大韓帝国における北緯39度以北を中立地帯とする提案も行い、焦尊を驚かせている。会談によって、むしろ日露双方の対立点は明瞭になった。 交渉開始前の8月時点では、ロシア側も、改戦の意思はなかったが、10月にはむしろ、日本との対決も辞さずという強硬なものとなっていた。これは、ロシア側からすれば、日本案が、協商準備交渉での日本案と比べても、敵対的と見られたからでもあった。当初はロシアに優和的な栗の案だっただけに、強硬な小村案に対するロシア側の怒りも募って、 いたのであり、日本との対立を極力避けようとしてきた、セルゲイオイッテが増床を解任されていたことも、少なからず影響していた。10月30日には、小村が、ローゼンに、ロシアの修正案への対案を提出したが、その内容は、日本が韓国に対し依然として、軍事上の助言、指導を行うとしながらも、軍事施設は設けないこと、中立地帯は、韓国、 満州国境の両側に設定することなど、ロシアに対して相当に妥協したものであった。12月11日、ロシア側の回答が寄せられたが、北緯39度以北の中立地帯の県や日本の韓国での優越なる利益も民生上に限るなど、10月提出のロシア案と大きな変更はなく、返事も遅かったこともあって、日本側を失望させた。実は、 ロシア側は満州が日本の利益範囲内であることをわずかに認める情報を行っており、それにイギリスが気づいて日本に指摘したのだったが日本はこれを重視しなかった。12月20日、小村らは交渉そのものが無意味ではないかと考えるようになっており、伊藤博文でさえ改戦を意識するようになっていた。12月23日、 ロシアに再興を促す日本案が提出されたが、1904年1月6日のロシア側回答は前回とほぼ変わらなかった。ここに至って小村は交渉による解決の望みを完全に捨て、海軍の準備が整い次第、正式な交渉断絶を経て対路海戦すべしとの意見書を提出し、これは1月12日の元老会議、午前会議に原案とされたが、 結局、小村基礎の修正案が決定された。これを受けて小村は1月16日、韓国全土を日本の勢力圏に置く提案を行い、他の参加者の賛美を得た。伊藤博文と山形有友はこの席で、韓国へ二個師団程度を派遣して、構想の身柄を確保し、 その上で、日露交渉を継続して、満館交換を実現していく案を示したが、桂、小村、山本海長は、韓国出兵は、戦争につながり、しかも戦線布告前の韓国占領は、列国の支持を失い、なおかつ、日本が正解権を得ていないために危険な策で、あるとして反対した。これについては、内閣側の主張が通った。2月3日、 ロシア旅順艦隊が出航したとの情報が芝不良時からもたらされた。小村は2月4日の午前会議で他の閣僚や元老とともに大路海戦を決定。5日は動員が下され、2月10日には戦線布告が発せられた。戦時外交海戦後の2月8日、日本軍は新川を9日には環状を占領した。2月12日、 ロシア公使館は韓国より撤収、日本はこれを接収した。大韓政策を何よりも重視する小村は、すでに秘密交渉を進めていた、林ゴンスケに命じて2月13日に議定書案を、大韓帝国の李氏怒り外部大臣処理に提出、2月23日、韓国の協力を最大限引き出す、圧倒的に日本に有利な形で、 日韓議定書を結んだ。米国留学時代以来の親友、金子健太郎賞村はまた、国内外の広報活動にも力を入れた。日本はやむなく戦争に突入したことを訴えるべく、ロシアとの交渉経緯を公表し、それが、東京日日新聞などの新聞メディアが連載される、ことによって、国民の一致団結と、国民からの戦争協力に役立てようとしたのである。 英米両国に対しては特使を派遣して広報外交を展開した。特使に選ばれたのは伊藤文化の四天皇と言われた末松県庁と金子健太郎であった。伊藤の女性でもある末将はケンブリッジ大学卒業の経歴を買われて2月10日にイギリスに留学時代以来の小村の親友である金子は、 セオドアル・ウズベルトとも窮地の中であることも考慮されて2月24日にアメリカにそれぞれ出発した。それに先立ち、小村は二人にロシア側の非妥協的な交渉態度が根治戦争を招いたことを訴えることと英米両国における降下論の広がりを食い止めることを訓練した。日本は満貫交換を求めて交渉に失敗した結果、 日露海戦に踏み切ったため、海戦直後の満州に対する構想は白紙に近かった。満州からロシア軍を駆逐したとして、戦後の満州保全を担保する手立てとして、まず考えられたのは、満州中立化構想であった。ところが、日本軍が予想以上に勝利を続け、日本軍占領地が北へ拡大するという展開に、小村は敏感に反応していった。 小村が7月に、桂太郎首相に提出した意見書では、戦争の結果、韓国を事実上日本の主権範囲にすることに伴い、満州もある程度まで日本の勢力範囲とすべきことを主張している。韓国支配の強化は、こうした動きと並行して進められた。5月末には、対幹方針に関する決定と対幹施設要領が、 閣議決定されると、小村は、林中間講師に一時帰国を命じ、6月中旬から7月中旬にかけて、対韓政策を林と協議、検討し、それを踏まえて林を、韓国側の外交担当者と交渉させた。その結果、8月22日、林ゴンスケ中間講師と、外部大臣院、松室博士の間で、第一次日韓協約が調印された。 これを受けて、大韓帝国財務顧問に、メガタタネ太郎が、外交顧問には、アメリカ人ダーハム・ w スティーブンスが、それぞれ日本政府の推薦を受けて就任した。小村はさらに1905年2月に、丸山茂都氏を刑務顧問として、韓国に派遣した。1905年4月8日に、閣議決定された、韓国保護権確立の件は、小村が、 原案作成に大きく関与していたものであり、これにより韓国保護国家が日本政府の外交目標に据えられた。ただし、これは欧米諸国からの承認が必要であった。第二次日英同盟調印記念はがきこのような理由から日本側は日英同盟の一層の強化を願い、小村も1905年2月12日の 日英同盟3周年記念式典で同盟を高く評価し、強化を望む演説を行った。一方のイギリスは、日露戦争後の極東で日露が和解した結果、イギリスが孤立することを危惧して、同盟強化を願っていた。チャールズ・ハーディング中露大使とマグドナルド中日講師の報告を受け取ったイギリス外相のランズダウン公は、同盟改定の必要を感じ、 3月24日に、林正公使を呼んで、改定交渉を打診した。3月16日の法典の開戦で、日本が勝利したことから、ランズダウンは、日本の軍事力に期待を抱き、アーサーバルフォアへ首相も都営中の抹消に、同盟強化に、意欲的な発言を行った。しかし、イギリスは同盟強化を、同盟的要範囲の拡張と捉えており、 それに気づいた小村は3月27日、林講師に対し、イギリス側との意見交換を許可しながらも、日本側には同盟拡張の意図はないとし、イギリスに主導権を握られないよう注意を促した。4月8日の日英同盟継続交渉開始に、関する閣議決定を経て、4月16日に、小村は同盟交渉方針を林講師に、訓令したが、その要点は、 韓国保護国家の承認を英国には求めながらも、イギリスが期待する同盟範囲の拡張にはあくまで同意しないというものであった。4月19日の林、ランズダウン会談は友好的な雰囲気の中で行われたが、慎重な林は、韓国保護国家の要求は時期焦燥として持ち出さず、有効期限は7年にしたいという希望を伝え、ただし、改定のポイントは、 同盟範囲の拡張ではないと、イギリス側に釘を刺した。5月17日の正式会談では、ランズダウンの側から、純粋な軍事同盟への強化と同盟範囲を、インドまで拡張することの2点が、イギリス案として提起された。林はその場では返答しなかったが、小村に対して、イギリス案を受け入れるよう要請した。5月24日、 小村の意見書に基づいて日英同盟継続に関する閣議が開かれたが、ここで小村は従来方針を転換して基本的にイギリス政府の意向に沿うものを骨子とした。すなわち同盟範囲をインド伊東に拡張し、一国からの攻撃によっても同盟が発動されることを認めたのである。ただし韓国とインドをめぐっては、 日英双方の見解はなかなか一致せず、ここで、小村は、林公子の意見も知りけて、強硬な姿勢を崩さなかった。8月12日、第二次日英同盟条約は、ロンドンにて調印された。これにより、日本の韓国保護国家はイギリスによって承認され、新国における、機械均等、文庫解放は維持され、また、同盟の有効期限は10年間とされた。 日本の対韓政策に関しては、アメリカ合衆国、とりわけ、ルーズベルト大統領は常に好意的であり、1905年1月23日の高平、ルーズベルト会談でも、韓国を日本の勢力圏下に置くことに賛意を示した。5月28日の日本海海戦での日本の勝利によって、アメリカの支持は決定的となり、ルーズベルトは、 フィリピン行きの用事があったウィリアム・タフト陸軍長官に対し日本に立ち寄って韓国支配を認めるよう指示した。7月25日に日本に着いたタフトは27日に勝ツ首相兼臨時外相と会談し、その内容を29日にエリフルート国務長官に打電。7月31日、ルーズベルトはタフトに合意の意思を伝えた。 8月7日にはタフトからカツラへ大統領の同意を伝え、カツラ・タフト協定が成立した。これは日本の韓国支配とアメリカのフィリピン支配を相互に認め合う内容であった。ただ、この同意だけでアメリカが日本の韓国保護国家を認めるかどうかに日本側はやや不安を残していた。そこでポーツマス条約締結後、小村は ルート国務長官と、また、高平中米大使を同席させて、ルーズベルト大統領とも会談し、彼らの同意を得て、日本は、完全に、韓国保護家についてのアメリカの承認を取り付けたので、あった。ポーツマス条約中米講使で、日露講和会議では、自席全権を務めた、高平小五郎1905年5月27日から28日に、 かけての日本海海戦での完全勝利は、日本にとって、講和への絶好の機会となった。5月31日、小村は、海星学校時代の同級生でもある、高平小五郎を中米講師に当てて、訓練を発し、中立国アメリカのセオドアル・ーズベルト大統領に、直接かつ全然一個の発意により、日露両国間の講和を圧戦するよう求め、命を受けた高平は、 翌日、中立の遊戯的圧戦を大統領に申し入れた。勝ツ首相が日本の全権代表として最初に打診したのは伊藤博文であったが、側近が反対して伊藤は辞退した。結局、日露講和会議の全権委員には、小村と高平中米大使が選ばれ、7月4日、二人に全権委任状が手渡された。 小村が全権を引き受けたのは外省就任の時と同じで自分にとって損か得かについては一個だにしなかった。ロシア側全権は元蔵省のセルゲイウィッテと中米大使のロマンローゼンであった。日本は日露戦争に勝利したもののこの戦争に約180万の将兵を動員し死傷者は約20万人、戦費は約20億円に達していた。 満州軍総参謀長の小玉玄太郎は、一年間の戦争継続を想定した場合、さらに25万人の兵と15億円の戦費を要するとして、続行は不可能と結論づけていた。特に専門的教育に年月を要する下級将校クラスが勇敢に前線を引いて戦死した、結果、すでにその補充は容易でなくなっていた。一方、ロシアは、 海軍は失ったもののシベリア鉄道を利用して陸軍を増強することが可能であり新たに増援部隊が加わって日本軍を圧倒する兵力を集めつつあった1905年6月30日、桂内閣は閣議において小村高平両全県に対して与える訓令案を決定したその内容はこう絶対的必要条件として韓国を 日本の自由処分に委ねること、日露両軍の満州鉄兵、両東半島租借権とハルビン、旅順間の鉄道の譲渡の3点、そして、お比較的必要条件として、軍費の賠償、中立港に逃げ込んだ、ロシア艦艇の引き渡し、カラフト及び、付属諸島の割譲、沿海周沿岸の漁業権獲得の4点、さらに、兵、不可条件として、 ロシア海軍力の制限、ウラジオストク港の武装解除の2点であった。7月5日、訓練案は採火された。当時の日本の世論は、連戦連勝の報道を得て、多額の賠償金や領土の割譲を熱狂的に叫んでおり、7月8日、小村が日本を出発する際、新橋停車場に集った軍衆は大歓声を上げて、これを送ったが、 小村はそばを歩くカツラ首相に帰国するときには人気は全く逆でしょうねと語ったと言われる。井上薫は小村に対し涙を流して君は実に気の毒な境遇に立った。今までの名誉も今度で台無しになるかもしれないと語ったと言われている。小村は戦勝の興奮に支えられた世論を納得させることがいかに難しいことなのかをよく知っていた。 7月20日、シアトルに上陸した小村は東部へ向かい、ニューヨークには7月25日に到着。ワシントン DC で、ルーズベルト大統領を表敬訪問して、仲介を引き受けてくれたことに謝意を表明した。講和交渉の行われるポーツマスには8月8日に到着した。ニューヨークに着いたウィッテはジャーナリストに対しては、愛想よく対応して、洗練された話術と、 ユルモアにより、米国世論を巧みに味方につけていったのに対し、小村は、我々は、ポーツマスへ、新聞の種を作るために来たのではない。談判をするために来たのであると素っ気なく答えた。小村はまた、マスメディアに対し秘密主義を取ったため、現地の新聞には、ロシア側が提供した情報のみが掲載されることとなった。ポーツマス会議の様子。 向こう側左からコロストエツ、ナボコフ、ウィッテ、ローゼン、プランソン、手前左からアダチ、オチアイ、小村、高平、佐藤。講和会議は8月10日から始まったが、8月12日の第2回本会議において、ロシアのウィッテ全権は、韓国を日本の勢力下に置くことについて、日露両国の名約によって一独立国を滅ぼしては、 他の列強からの素知りを受けるとして反対した。しかし、強気の小村はこれに対し、今後、日本の行為によって列国から何を言われようと、それは、日本の問題であると述べ、国際的批判は意に介せずとの姿勢を示した。ウィッテも、ガンとして譲らず、交渉は初手から暗証に乗り上げた。これを見て取った、ロマン・ローゼンは、この議論の一部始終を、 議事録にとどめ、ロシアが日本に抵抗した記録を残し、韓国の同意を得たならば、日本の保護権確立を進めても良いのではないかという妥協案をウィッティに示した。小村もまた、韓国は、日本の承諾がなければ、他国と条約を結ぶことができない状態であり、すでに韓国の主権は完全なものではないと述べた。ウィッティは、 小村の主張を聞いて、老前の妥協案を受け入れた。ウィッテラはその後も賠償金支払いや、領土割譲については論外であるとの強硬な姿勢を崩さず、交渉は難航した。一時は双方交渉を打ち切って帰国することまで覚悟したが、最終段階で、南カラフトのみの割動で妥結した。ルーズベルトの助言もあって、日本軍はカラフト前を占領していたが、 そのうち北緯50度線以北については、無償で返還する形になったので、これは小村にとっても、失敗と感じられるものであっただろうと考えられる。外務省の後輩にあたる石井菊次郎によれば、その後の小村は、カラフトについて、口にすることを嫌がったという。とはいえ、カラフトと賠償金以外については、絶対的必要条件はすべて満たし、 比較的必要条件のについても盛り込まれており、これらは日本軍が朝鮮半島と満州南部を占領した上で休戦したという状況の上に立ったものではあった。現実的に見て日本政府の立場からは講和交渉の結果は成功を収めたと言えたが、日本の民衆には条約内容に不満を持つものも多かった。日露戦争で 多くの負担を強いられてきた民衆の怒りは、日比谷焼打ち事件として爆発し、当日の参加者の中には、小村を残守せよと叫ぶ者も,もあったという。条約に不満を抱く、人々の中には、小村の家族を脅迫したり、襲撃しようとしたりする者さえあった。小村は条約を調印した、翌日の9月6日、ニューヨークで体調を崩し、敗戦カタルにかかって、 治療に専念した。健康がある、程度回復したと見られた9月27日、アメリカを立ち、バンクーバーを経由して、日本に帰国した。戦中で、小村は、反三つる施設考慮を書き、韓国は、日本の主権範囲、満州南部は、日本の勢力範囲に返したという情勢判断に、基づき、その後の韓国、満州政策の指針とした。 大陸への進出10月16日に横浜港に到着した小村は早速韓国での支配権の確立を進めた。韓国保護国家については第2次日英同盟によりイギリスのカツラ・タフト協定によりアメリカのポーツマス条約によりロシアの承認を得たこの時期が後期とみられた。10月27日の韓国保護権確立実行に 関する閣議決定に基づき、四カ条よりなる協約文が作られ、十一月十八日深夜、第二次日韓協約が結ばれた。韓国は、外交権が剥奪されて、日本の保護国となった。官場には、韓国党官府が置かれることとなり、初代党官には、伊藤博文が就任した。離交省なき後の深刻外交を担った吉、吉千香、駅は、 韓国だけでなく、満州でも、日本の権益を守ることに熱意を傾けた。小村対米中の8月3日、アメリカの鉄道王、エドワード・ヘンリー・ハリマンが来日し、9月12日、日本政府に対し韓国の鉄道と、南満州鉄道を連結させ、そこでの鉄道、炭鉱などに対する共同出資、経営参加を提案した。 ハリマンの提案を日本政府は好意的に受け止め、元老の伊藤、井上、山形はこの案を承認、桂太郎首相は南満州鉄道共同経営案に限って賛成し、仮契約の形で予備協定覚書を結んだ。しかし、帰国した小村はこれに反対、桂や元老たちを説得して10月23日、これを破棄した。小村が ハリマン提案に反対した理由の一つは、小村が井上薫などと違って、満州での鉄道経営は、日本の国益につながると考えていたためであり、もう一つは、金子健太郎の情報によって、ハリマンのライバルであるモルガン系の企業から、多額の融資を受ける目途が立っていたためである。さらに小村は、深刻に、ポーツマース条約の決定事項を認めさせるために、 11月12日、自ら特派全権大使となって、北京に乗り込んだ。11月17日から内田交際と共に、北京会議に臨んだ小村であったが、対する新国側全意権は、吉地下を、駅京、区広市、遠征街であった。ロシアがいなくなった、満州の地に、日本の勢力が、新たに入ってくることについて、新国側は、頑強に抵抗した。 新国は、ロシアの満州利権を日本に引き渡すことについては、同意したものの、日本側の新たな要求に対しては、容易に納得せず、交渉は、ポーツマス講和会議以上に難航した。ロシアの介入を防ぐために、日清両国は会議の内容を極秘として、一切公開しなかったが、そのため、日本は、情報を迫られているのではないかとの憶測を招き、小村はまたも、 国内からの強いバッシングを受けた。小村は、西京省沿岸の漁業権を要求していたがこれを放棄し、一方では、吉林省では、日本以外の国に対して、鉄道敷設権を与えないと約束させた。また、南満州鉄道に並行する線路の敷設も、禁止させた。交渉は1ヶ月以上に及び、12月22日、満州前後条約が結ばれた。 これにより、両党半島先端の旅順、大連は25年間の期限で、日本の咀嚼地となり、後に、関東州と呼ばれた。小村は、北京でも、脳貧血で倒れた。新国を離れた小村は、1906年1月1日、横浜に到着した。それに先立つ12月20日、首相の桂は辞表を提出していた。これに伴い、第一次、 カツラ内閣は、総辞職し、1月7日、第1次、サイオンジ内閣が成立、小村も、外省を退任した。数密顧問官中英大使その知性の10年間で、日英同盟、英仏協商、英路協商を結んだことで、ピースメーカーと言われた、エドワード7世、第1次、カツラ内閣の総辞職に伴い、外省を辞めた小村は、 1906年1月9日、数密顧問館に任じられた。これにより久しぶりに外交の第一線により知りくこととなったが、それも長くはなかった。中英大使だった林忠の外相就任に伴い、6月6日、小村が公認大使としてイギリスに赴任するよう指示を受けたのである。7月18日に日本を立ち、 アメリカを経由して8月16日にロンドンに着任した。サイオン内閣は日仏教省や日露教省など強国となった日本の地盤固めと日露戦後の外交関係の充実に努め、小村も林外相に自らの意見を一度ならず愚心した。日仏教省に関してはフランスはロシアとの露仏同盟を最優先し、 そのためには全てを犠牲にすることは明らかで、また、日仏間には特に懸案もないことから、その締結には消極的な見解を述べた。一方、日露協商は、将来的に満州での日本の利権の進展に資するものとなり、ロシアの関心が、東欧やバルカン半島方面に向けば、日本がそれによって享受する利益も少なくないという見地に基づいて、 積極論に立った。ただし、韓国、満州に関わる、具体的な取り決めを盛り込むことには反対で、ごく大体の内容にとどめるべきとの意見であった。とはいえ、全体的に見れば、小村の影響力は、日本政府部内にとどまり、イギリスの世論や政府を動かすには至らなかった。中英大使としての小村は、イギリスでは、人気のない外交官であった。一つには、 彼の非社交性があり、エドワード7世時代のイギリスが派手なパーティーや舞踏会が盛んであったため、派手なものを嫌う小村は一層社交を疎んじるようになった。もう一つは彼の秘密主義であり、タイムズ紙の記者も、小村の秘密主義には耐え難いものがあったと嘆いている。小村はまたしても読書に熱中し、今回はイギリスの外交政策に関する書籍を中心に、 必要に応じて、経済問題や社会問題に関する著述も読んだ。なお、中英大使時代の1907年9月、小村は、ポーツマス条約締結など一連の功績が、認められて白尺に昇釈している。第23代外務大臣、セルゲイを言って1908年6月、西恩寺金持首相が辞意を表明し、7月14日、内閣総辞職し、 勝ツ太郎が第二次勝ツ内閣を組織、小村は再び外務大臣に就任した。小村はロンドンからウィーンとサンクトペテルブルクを経てシベリア鉄道を用いて日本に帰国した。ウィーンではバルカン半島情勢を理解するために見聞を広めることに努め、サンクトペテルブルクではかつての公的種であったセルゲイ・ウィッテに再会した。小村はウィッテに 敵対した日露両国は今や友好国であり、ポーツマス会議のことも振り返れば夢のようであると述べたのに対し、ウィッテは会議当時自分の交渉は大成功ともてはやされ、小村は国民から大きな批判を受けたが、しかし今や評価は逆転していると述べた。帰国した小村はカツラ首相に愚信して帝国の対外政策方針を 提出、9月25日、これに基づいて、閣議決定がなされた。それは、ドイツ帝国を除く列国との多角的同盟、協商網の維持を目指すというものであった。正村は、日英同盟こそ、帝国外交の骨髄としながらも、アメリカとの関係を良好たらしめる必要があり、敗日移民問題を緩和しつつ、協商関係を結ぶ必要ありとした。 対新外交については、従来、利権関係が複雑で必ずしも進展しなかったこともあったが、小村は、マジマ問題など、未解決の6案件を一括化して、パッケージディールを行うべしとの方針を明確に打ち出した。高平、ルート協定1908年10月18日、世界就航中のアメリカ艦隊が横浜に到着すると、民衆も、 提灯行列でこれを迎え、25日までの滞在中、日本では政府や民間主催の式典が数多く開かれ、メディアも大々的に報道して、新米的な雰囲気が醸し出された。小村は、この期に、対米関係の調整を図るべく、艦隊離日の25日、高平小五郎中米大使に、日米協商交渉を支持し、それを受け、高平は、 翌26日に、ルーズベルトに、小村の協商案を提出した。大統領はこれに賛位を示し、11月7日より、高平とルート国務長官により交渉が始まった。11月30日、日米両国は、高平、ルート協定に調印した。条約の形を取らなかったのは、孤立主義の伝統の強いアメリカ上院の反対を、恐れた。 アメリカ側の事情によるものであった。内容は、太平洋の現状維持と日米の領土に対する、相互不可侵と通称の自由、新国の領土保全と、文庫解放、機械均等であり、その文言だけを見ると、カツラ、タフト協定や文庫解放原則を、再び確認したに過ぎないようにも見えるが、悪化しつつあったアメリカとの間で新たな協定を、 成立させた意義は大きかった。この頃、小村は、外交官の堀口9万1に対し、今当分の間自分は、英米との関係を穏やかにしていくということを基準に、して、日本の外交をやるつもりだと語っている。小村はまた、渋沢栄一ら実業界の主要人物に協力を求め、日米実業団の相互訪問を実現させた。満州協約と、 マジマ協約日清関係については、小村は、新しく中心行使に認じられた、移住院現基地に対し、懸案事項の協議に入るよう命じ、パッケージディールの方針を伝えたが、新国にとっては主権に関わる問題として、絶対に譲れない、マジマ問題が含まれていたため、交渉は暗証に乗り上げた。これには、1909年5月に、小村自身が、 六幕肺炎にかかり、一時は職務を遂行できないほど、病状が悪化していたこととも深く関わっていた。一時は、新国側が紛争の常設仲裁裁判所への、負託を定義し、日本側が強く反発する場面もあったが、最終的には、真島協約と満州協約が1909年9月4日に、締結されて、当面の決着を見た。 第二次日露協約アメリカでは、2期大統領を務めた、セオドアル・ーズベルトに代わって、同じ共和党のウィリアム・タフトが大統領となり、従来とは異なり、ドル外交と呼ばれる、アメリカの経済力を背景とする政策に転換した。タフト政権の国務長官フィランダー・ノックスは、1909年11月と12月に、満州鉄道中立カーンを、ヨーロッパ諸国と日本に対し、 提案した。それは、満州の鉄道を列強が買収して、共同管理するか、満鉄平行線となる木に州根幹鉄道の建設を支持するかを求めるという、もので、英露仏読に打診された後、日本には12月20日、トーマス・オブライエン駐日大使を通じて伝えられた。元より小村は、この提案には、大反対であり、 1910年1月18日、小村主導で中立艦拒否の閣議決定がなされた。1月21日には、日本とロシアが共同で拒否通告を発した。イギリスとフランスも、それぞれの同盟国に習って反対を表明し、アメリカの試みは失敗に返した。そして、これにより、日本には、ロシア・フランスとの親密化がもたらされた。 1909年12月24日、ニコライ・マレフスキー・マレービチ中日ロシア大使に対し、小村は日露協約を一歩進めるべきと提案したのに対し、1月21日には、イズボリスキー外相が3位を示し、3月2日、閣議決定を経て、新協約交渉が始まった。交渉は順調に進み、7月4日、サンクトペテルブルクで、 第二次日露協約が成立した。韓国併合、小村寿太郎前内閣の結んだ第三次日韓協約によって、日本の韓国支配はさらに強化されたが、小村はさらにそれを進めて、韓国を日本の領土に組み込む方針であった。1909年4月10日、小村は、桂首相と共に、一時帰国中の伊藤博文、韓国党官のもとを訪ね、 併合方針を示した。伊藤は併合反対派として知られていたので、当然反対するであろうと思って訪問したのであるが、意外にも彼はあっさりと同意した。自ら東刊に就任し、穏やかな手段で、韓国産業の育成や教育の発展を図ろうとした伊藤であったが、穏健な支配でも、義兵闘争などの抵抗はむしろ強まり、収まる気配が見えなかったので、 辞任を考えていたのである。伊藤の同意によって、併合への動きは加速した。7月6日、韓国併合に関する件が、閣議決定され、同時に、大韓施設大綱も策定された。7月下旬には、大韓帝国皇帝を排して、皇帝一族を東京に移すことや日本と外国との条約は、基本的に、韓国にも適用することなどを記した。 意見書をカツラに提出し、閣議で了承された。1910年2月28日、小村は、外国駐在の大使に電報を送り、韓国併合に関する注意を促した。4月5日、元の一郎中路大使は、第二次日露協約交渉中に、韓国併合に関するロシア側の意向を探った。当初は、 イズボルスキー外相が懸念を表明していたが、4月10日、ロシア首相のピョートルストルイピンは、ロシアには反対する理由も権利もないと語った。4月19日、小村は元のに訓令を発し、適当な時期に韓国併合を実施することについて、理解を求めるよう伝えさせたが、ロシアからの反対はその後もなかった。イギリスに対しては、 1910年5月19日、小村自身が、マクドナルド中日大使との会談の際に、韓国併合問題について話し合い、日本の韓国併合に依存はないとの同意を得たが、税率の変更については懸念表明がなされた。日本は、当時、関税自主権の完全回復を目指しており、イギリスとも交渉中であったが、イギリスが過去に韓国と結んだ条約について、 改正後の関税率を適用されることを危惧したのである。これに対し、小村は関税をしばらく現状のままとし、開口上から馬山を除いて新理事を加えるなどの措置を取ったため、エドワード・グレー外相も安心して満足の意を表し、8月3日、併合に同意の意思を伝えた。5月30日、文官で併合反対派だった、アラスケに変えて、 第三大党官として、寺内正武陸将が選ばれた。寺内は7月23日に、韓国へ到着して、皇帝巡守に挨拶し、8月13日、小村に対して、1週間以内に併合条約を、調印する予定であると伝えた。併合は、規定の路線であったため、小村は、細かい指示は与えず、寺内に交渉を委ねた。 1910年8月22日、韓国併合条約が調印された。条約改正と、第3次日英同盟、内田交際中米大使との間で、新日米通商公開条約に調印したフィランダー、ノックス国務長官この時期の日英関係は、日露関係の改善などもあって、同盟の有用性は、以前よりも低下したと考えられるなど天気を迎えていた。 しかし、小村は、様々な手を打って、日英同盟関係の維持に意を注いだ。まず、新縁派として知られる、加藤孔明を中英大使とし、ついで友好を盛り上げるために、日英博覧会を開催した。博覧会は1910年5月14日から10月29日に、かけて、ロンドンで開かれ、好評を博した。日英関係において、 小村が最も心を砕いたのが条約改正問題であった。1910年3月以降、関税自主権の完全回復を目指して日英通商公開条約の改定を協議していたが協定関税制度の撤廃を求める日本に対しイギリスはこれに反対し難航していた。小村はこの件ではイギリス相手であっても妥協しないことを二度目の 外省就任時より表明していた。あくまで対等な条約を求めるのが、商村の持論だったのである。加藤光明は、交渉をまとめるために商村に情報を提案したが、商村はそれを拒否した。商村は結局、交渉を優先すべき相手国を変えることで解決した。相手に選んだのは、アメリカであった。ノックス国務長官の満州鉄道中立化案は、確かに、 日露両国の反対により頓挫したとはいえ、必ずしも日米関係の悪化を意味するわけではなかった。ノックスは、むしろ、これ以上の日米関係の悪化を恐れて、日本の意向を以前よりも考慮するようになっていた。小村もまた、新国への英仏独の借鑑団にアメリカが加わることに反対しなかった。小村は、日本の権益への過度な介入に反対だっただけなので、 あり、満州への外国資本の導入にはむしろ賛成していたのである。正村もまた、アメリカとの関係調整に意を用いた。日米通商公開条約改定交渉は1910年10月19日より始まった。交渉は予想外に順調で、1911年2月21日には新条約が調印された。これにより、 幕末以来、日本人にとって悲願であった、不平等条約の完全な改正が達成された。日本は、台米移民の制限を定めた、日米紳士協定の維持を約束していた。アメリカとの間で、関税自主権が回復されると、他国との条約改正問題も、解決の方向性が見えてきた。焦尊は、イギリスが重視する。 輸出品に限って、協定関税を残す代わりに、日本のいくつかの輸出品が、無税になることで折り合いをつけ、4月3日、新日英通商公開条約を結んだ。同年中に、フランス、ドイツなど、他の列強との間でも、新通商公開条約が結ばれた。これより先、イギリスのエドワード・グレー外相は、1910年9月26日、 加藤中英大使に日英同盟の改定について意向を尋ねている。当時、英米両国では紛争を仲裁機関に委ねる仲裁裁判条約の締結が検討されていた。そこでグレーは日本に対して仲裁裁判条約に違反しないように日英同盟を改定するか、あるいは英米の仲裁裁判条約に日本も加入するか。 どちらかを選ぶよう示唆した。英米間では国家間対立を平和的手段で解決することを定めた仲裁裁判条約を結んでいたため戦争はできない状態である。条約違反に陥らないためには仮に日米間で戦争が起きた場合にイギリスが巻き込まれないためには同盟を改定するか日本も同条約に加入するほかなかったのである。小村は 仲裁裁判条約が日本に不利な判決を出す、傾向を持っているとして批判的立場をとっていた。結局、小村は1911年1月17日、改定の方を選択する旨答えた。4月5日、日英同盟改定案は、閣議決定された。イギリスがアメリカと仲裁裁判条約を結ぶ以上、アメリカを対象に同盟が適用されないのは、 当然であった。しかし、仮に、アメリカが、他の国と同盟を結んだ時、同盟が発動されるか否かについては、意見が分かれた。小尊は、発動されるよう強く求めたが、グレーは譲らず、加藤は、イギリス側に立って、小尊の主張を批判した。総理大臣のからは、この時、同盟を発動しないことに、最終的に同意し、焦尊もやむなく受け入れた。 7月13日、第3次日英同盟条約が調印された。なお、小村は1911年4月22日、韓国併合の行などにより、公爵に昇釈している。1911年8月25日、第2次、桂内閣は、総辞職し、8月30日、第2次、サイオン内閣が成立した。桂は、 小村の外省留任を希望していたが、原隆を中心とする与党の立憲政友会は、カツの影響力が新内閣に残るのを嫌い、後継外省に内田高裁を迎えた。外省を辞して、政界を引退した小村は、9月に神奈川県葉山町に転居した。貧乏生活は変わらなかったが、好きな酒を飲み、読書を楽しみながら生活した。 蝶チフス肺炎カタル、六膜肺炎と大病を繰り返していた小村だが、1910年にも、講炎で二度の手術を受けて、満身創痍の状態であった。11月に入り、熱が出始め、11日には肺に痛みを感じるようになったため床に伏せるようになった。しかし、読書熱は衰えずアルフレッド・テニスンの死繍は常に、傍らに置いていた。 来客ともよく語り、特に親友の杉浦茂だけが見舞いに来た際には、喜んで、長時間話し込んだ。容態が急変したのは11月22日のことで、ある。23日には、脳膜炎の症状が現れ、24日に桂と、寺内が訪ねてきた時には言葉を交わすことが、できなかった。25日は、杉浦ら旧友が集まったが、小村は、 呼吸困難な状態であり、やがて既得に陥った。11月26日、小村寿太郎は、葉山の自宅で死去した。満56歳だった。12月2日、小村の外務省燥が取り行われた。墓所は、東京都港区の青山霊園にある。小村は、自分の仕事は、後世の人間が判断すべきであるとして、日記を一切をつけなかった。また、 秘密主義を貫いたため、小村の手紙も、ほとんど残っていない。ポーツマス条約交渉でも満州、前後条約交渉でも、小村は、散々叩かれたが、一切自己弁護をしていない。ただし、小村が、東京改正学校時代に書いた英文の自助伝、マイオートバイオグラフィーが1997年に、アメリカの大学で見つかっており、 海正学校の英語教師だったグリフィスはこれについて18歳の青年が書いたとは思えないほどの深い内容だと褒めている。小村はまた大変な読書家であり、ロシアに駐在していた時には薄暗い室内で膨大な量の書物を読み漁った,ため、視力が大幅に衰え、医者からはこれ以上目を使い続けると失明するとまで警告されたが、それでも、 小村の学習意欲は衰えず、読書を止めることは修正なかった。小村は40歳を過ぎても、孔子ともに報われず、翻訳の内職をして、生計を支えていたが、小村の運が明けたきっかけは、この内職にあった。翻訳という作業は、処分野における多様な事象について勉強する機会を、翻訳者にもたらす。上述の通り、 翻訳で得た宝石に関する知識を、むつむねみつの前で披露する機会があり、みちのくは、小村の白式に感服したが、小村は、みちのくに、私は何でも知っています。ここにいる、原隆くんほど、私を用いてくれるなら、私も、相当のことをいたしますと返答して、道の句を驚かせている。妻の町小村より、背が高かったが、アメリカ留学時代、常に、 背の高い女性に囲まれていた小村は、町子と並んで歩くことは気にならなかった。上述の通り、父親が、事業に失敗して作った多額の借金を、小村は肩代わりし、生涯を通じて、その返済に苦労した。その貧乏生活は凄まじいもので、家具は、長火鉢一つと、座布団二つだけ、衣類はほとんど七夜に入れたため、いつも、同じ服を着ており、 食べるものにもこと書いて、長男の金一がや王賞にかかるというありさまであった。債権者は次々と役所や小村邸に押しかけてきたが、新婚の妻が着物を金に変えたり、見るに見かねた勇士が債権者全員を集めて一部を棒引きにしてもらったり、小村のために減債基金が設けられたりした。ところが、当の小村は借金返済日前後には外泊し、 待合が酔いをしたため、妻は赤坂や新橋を歩き回って、夫の居場所を嗅ぎ出し、人前でも平気で、小村に当たり散らしたという。経済的な苦境を他人に同情されると、小村は常に、もう苦しいのは通り越して平気ですと答えていた。こうしたタフでふてぶてしい神経は、数々の豪快な逸話を生み出すこととなった。例えば、留守中に、近所で火事があり、 後に、自宅も被災するところだったという話を聞いた小村は、焼けてしまえば、借金引き伸ばしの良い口実ができたのにと笑って、周囲を呆れさせた。外務省内で宴会があると、酒好きの小村は必ず出席したが、いつも、会費を支払わずに、人一倍飲み食いして平然としていた。また、金銭的援助を申し出る人があっても、金を借りると一生頭が上がらなくなるのが、 たまらないという理由で断っている。小村が有名になるに伴い、私服時代の貧乏暮らしも有名になり、後には国定教科書に掲載されたほどであった。妻の町は、明治女学校で高等教育を受けており、留学から帰国したばかりの彼には眩しい存在であったが、結婚後、自らは裁縫もしなければ料理もせず、実家からの仕送りで女中を雇い、 家事一切をやらせるような女性であったことに、小村は、愕然としたらしい。町は、多分に感情が激することが多く、小村と言い合いになると暴言を吐いたり物を投げたり、して、近所に住む実家の両親のもとに行って泣いて訴える、こともあった。彼女の唯一の趣味は、芝居見物で、子供たちを女中に託して、 実家の母などと一緒に外出することも少なく、なかったという。黒田清高内閣の時、外相大隈重信はしばしば元老、大臣、次官、局長を晩餐に招いたことがあり、小村も何度か呼ばれている。ある晩、三遊亭園長が落とし話を一席披露した後、伊藤博文が、床の間の席から園長に酒きを取らせると手招きを、した。 かしこまるだけで、一向に前に進まない延長に対し、小村は開口し、この中で一番偉いのは、延長だ。元老や大臣たちは死んだ後にいくらでも立派な、後継ぎが控えている。しかし、延長ほどの名人ともなると、後継ぎがいようはずもない。だから、それほどかしこまらなくてよいと、大声で声をかけたという。大病を繰り返し、風彩の上がらない小村は、 実は、毒舌と、放還な行動力の持ち主であった。ポーツマス条約の日露両国全権と、ティールーズベルト左より、セルゲイをイッテ、ロマン・ローゼン、ルーズベルト、小村、高平小村は小柄で、ハーバード大学留学時に取得したパスポートには、五尺一寸、との記載がある。また、日本近代史、日本政治外交史の片山義孝は、 身長は150センチメートルに満たないとしており、小説家の吉村明もその著書の中で、小村は四尺七寸と記述している。要望は、下関条約交渉時に、長地伏を患った後は一変し、かつて美目修礼と言われた小村も、頭だけが大きく、鼻の下から口のあたりに垂れ下がる貧相な髭を、生やした顔は、やつれ症となった。目は、 くぼんで、頬は落ち、太い眉は垂れ下がり、それでいて素ばしっこく行動力があることなどから、北京では、口差がない外交団から、ネズミ講師と、あだなされ、同輩や法人からも、小村中高と呼ばれたという。日露講和会議のためポーツマスに向けて出発する際の、エピソードからも、大国ロシアは、必ずしも戦争に負けたとは考えていないことを、 正村はよく理解しており、そのため交渉は難航するであろうこと、そしてロシアから引き出せる代償も一般の日本国民が期待するものからはほど遠いものになるだろうことを当初から予見していた。ロイター通信やタイムズ紙が日本寄りのニュースを配信していたこともあって、1905年当時のアメリカでは日本美意気の世論が醸成されていた。 そこでシュレンテクダの政治家ウィッテは、日露間で秘密とすることで合意している、交渉の途中経過を、アメリカの新聞記者にリークして恩に着せるという、瀬戸際の世論工作を繰り広げたが、律儀な小村は最後まで合意を守って口を閉ざした。ポーツマス条約が結ばれた深夜、ホテルの一室から、妙な泣き声が聞こえてくるのを不審に思った、警備員がその部屋を訪ねると、 泣きじゃくっていたのは誰あろう、小村全県その人だった。小村にとってこの条約に調印することはそれほど苦渋の決断だったのである。予想通り、帰国した小村を待ち構えていたのは怒り狂う群衆だった。家族全員で帰国する小村を横浜まで迎えに行こうとすると、身の安全が保障できないとして、誰も迎えに行かないでほしいと憲兵に言われ、 小村を迎えに行けなかった。結局、長男の金一だけが横浜に行くことを許され、小型船に乗り込み、船室の小村と対面することができた。小村は、金一の顔を見るなり、おお無事だったかと言ってつくづくと顔を眺めたという。外相官邸が襲撃され、小村の家族は残殺されたという噂が流れたので、 実際に、息子の顔を見て、ようやく安堵したのであった。新橋駅では、速やかに切腹せよ、日本に帰るよりロシアに帰るなどという散々な罵声を浴びせられた小村を、出迎えた首相の桂と会長の山本権兵衛は、両脇を挟むようして歩き、爆弾でも投げつけられたら友俺の覚悟で、総理官邸まで彼を護衛している。 その後も小村邸への投石などの騒乱は収まらず、妻の町は精神的に追い詰められ、小村はしばらくの間家族と別居することを余儀なくされた。小村の特徴としてはまず、アメリカ留学で鍛えた抜群の語学力が挙げられる。外交官となってからも仕事の合間に大量の要所を読みこなすなど、彼の外交政策の基盤として、 高度な語学力に支えられた情報収集能力があったことは疑いない。そして、小村は在外公使領事が本国に送信した電報を実に丁寧に様々な角度から自身で読み、そのため非常に時間はかかったものの内容をよく覚えており、それをもとに自ら判断し、変電や訓練も必ず彼の世を受けたものであったという。 小村はしばしば病気を患ったが、職務にあって彼はその姿勢を貫いたのである。彼が非常に秘密主義に徹していたことも特筆に値する。秘密を守るのは外交官の資質として極めて大切な要素ではあるが、人との距離を遠ざける原因ともなっていた。また、彼は大変な社交嫌いでもあったため、中米孔子時代と、 中英大使時代は不人気な外交官であり、同盟国、友好国で人脈を広げることはできなった。大使や公使としての勤務が向いていなかったわけではないが、彼はむしろ乱世で力を発揮するタイプであった。なお、彼はしばしばマスコミ嫌いと思われがちであるが、必ずしもそうではなく、利用できると踏んだ時は大いにメディアを活用している。さらに、彼の特徴としては、 議会や政党に対する低い評価がある。この点は、むつ宗光や加藤孔明とも異なっており、朝鮮内閣が過労じて成立し得た、明治時代後半であったからこそ彼は、十分に力を発揮できたという側面がある。彼は、一国の外交の権限は、外務大臣と内閣にあると考えていた。そのため、外交方針に、 伊藤博文や山形有友などの元老が影響力を及ぼすことにも強く反対した。反発政府にも反発していたため、まずは桂首相の指示を取り付け、時に桂をリードしながら外政での主導権を握ることで元老の関与を限定的なものに留めた。そのスタイルは確かに非民主主義的でエリート主義的なものと言えたが、一方では外交を 清掃の具にしないという長所があった。彼の外交政策には一貫性があり、遂行に当たっても決してブレなかったが、これは決して彼の個人的性格だけに返せられるものではない。また、彼の民主主義嫌いも、交渉対象国の政治体制移管によって、イデオロギーによって、外国を評価したり、政策を決定したりという風潮には無縁で、純粋に、 パワーポリティクスの視点から国際政治を考え、その中での国益を最優先に考えたため、柔軟で現実的な外交政策が取られるという利点があった。イギリス、アメリカ、ロシア、新国、朝鮮といった重要な国々での外交官を歴任し、海外経験も豊富な割には、特定の国への思い入れが外交政策に影響しなかった点も、小村の特徴で、 どの国とも適度な距離をとって公平で冷静な判断を下している。小村寿太郎の墓、若一万一にもあまりに取るべきものがあるとしたならば、夫れはただ、誠の一時に尽くされる。これは、小村が1911年に、青少年向けに発表した、自助伝風式、誠の一時の一節である。外交官時代の小村は、 外交に携わる者としての心得を教授して欲しいという秘書官の求めに対し第一に嘘偽りを口にしないことだと述べた。外交官は相手の信頼を獲得することが寛容であり、そのためには正直であることが何よりも大切だとの意味であった。ただし、時には国家のために大ボラを吹かなくてはならないことは、小村自身も認めていて、普段から 嘘が多い奴は、こんな時に、聞き目がなくなりますと付け加えるのを忘れなかった。誠の大切さを小村に伝授したのは、祖母の熊だったと言われている。1906年、小村が、県立宮崎中学校で講演を行う機会があった時、ポーツマース会議の話などを期待した生徒を前にして、小村は、諸君は正直であれ。 正直ということは何より大切であるとだけ述べて、縁談を降りた。この短すぎる公演は、雄弁な語りを期待した生徒には、期待外れではあったが、一方では聴衆に、強烈な印象を与え、伝説の一分間君話として語り継がれている。宮崎県にちなん呼びに、小村の老いたちや業績を紹介する、国際交流センター小村記念館がある。 ありがとうございます。